ないの？いないよ。もう3時でしょ。
投稿するとルートガイドを開始します。
およそ300メートル先、県文化センター前を左方向です。まもなく左方向です。その先、目的地付近です。左方向です。まもなく目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。
まもなく伊豆路中央を左方向です。その先左方向です。さらに分岐が続きます。 GPS を受信しました。左方向です。まもなく左方向です。その先300メートル先左方向です。さらに分岐が続きます。GPS を受信できません。左方向です。およそ300メートル先、朝日通りを左方向です。まもなく朝日通りを左方向です。その先、左方向です。さらに分岐が続きます。左方向です。まもなく県文化センター前を左方向です。その先左方向です。左方向です。
まもなく左方向です。その先目的地付近です。あれこっちがお寺じゃん。あれなんだ、どこ、目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。実際の標識や交通規則に従って運転してください。右方向です。まもなく、左線路という電車の右方向。
その先右方向です。右方向です。
車場、こっちのコイン、駐車場、コインパーキングの方ですかね。空いてるところ、一泊なんですけれども。駐車場はい。そこ止めて大丈夫。あ、そこなら止めて大丈夫ですか。そこに止めてもらって。はい。朝7時までが出航ができませんので。あ、大丈夫です。はい、わかりました。案内します。行ったことあります。ただすぐそこですよね、公園は。行ったことはない。公園の入り口は向こうの方ですね。行ったことありますか。わかりますか。まあ、ないですけども、ちょっと行ってみ。関町です。市町さん。関の、町です。関東地方の関に市町村の町で関町です。あ、関町。はい。今ですね、現在地がここなんですよね、はい、でそこを右折したらですね、はい、あのすぐなんですけど、そこ右折禁止なんですよね、はい、回ってこないと、ここでバックしてもらって、はい、ここで油断して、あの赤点の信号があります、後ろの方ですね、はい、そこからそこ右折、はい、次も右折、次も右折、ここの一角をこうぐるっと回ってそこの前通るんですよね、はい、そこの前通って次の信号を左折したらすぐ入り口がありますので、ね、わかりました、はい、はい、すいません、はい、はい、はい、どうも、はい、荷物とかあったら同じですよ、あー大丈夫ですよ、はい、ここでお部屋、あ、はい、右折右折右折左折、うん、右折右折だよね、
折左折左折どこ、ね、どっち行ってんのねえちょっと買おうとするんだろうね。
出口抜けよ。あれどうしよう。何回警戒するんだよ。